リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、今日はね、珍しい呼吸縦型の動画でやっていこうかなと思います。そしてね、今は、ナレーション後処理でね、入れさせていただいております。はい、今ね、うちのシェフィーさんが、水入れに入ってる状況なんですけれども、一旦ね水入れごとお風呂に連れて行こうかなというところでございます。もしよろしければこちらチャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラム、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、じゃあね本編の方また見ていこうかなというところなんですが、今ねカメラを持ったまま頑張って、お風呂へ行っております。はいね、水容器はね、うんちでちょっと汚れているので、一旦水容器を避けて、そしてシェフィーさんを少しだけ、洗うというところですね。はい、で、シェフィーさんね、久しぶりにあったかいお風呂だったのか、ちょっとだけびっくりしてますね。その後ね、ちょっとびっくりしてる雰囲気が映るんですけれども。はい、そんな感じでございます。で、軽くね、うんちとかついてると思うので、一旦拭いていきまーす。服じゃないのこれね、今服って言ったけど歯ブラシで洗っていきます。はい、でね少し体も温まったと思ったので、一旦お湯にね入れてあげます。入れるとああやってね泳ぎます。はい、で、この後ですね私もお風呂に入るので、今着ている服をこんな感じで脱いで、とりあえず、はい、洗濯物の上に、洗濯物は洗濯機の上に、ぶん投げていっております。はい。リントさんは全裸です。はい、もしもね、映っちゃいけないところが映っていたら、この後モザイク処理が必要でございますね。はい。で、私も実際にね、お風呂入って、一緒に、この子のね、脱皮促進のために、体をね、ゴシゴシ洗ったりしてあげるという状況でございます。ちょっとね、お湯、普通に私もお湯入るのでっていうお湯の温度にしたので、ちょっとだけびっくりしてます、最初ね。なので、少しだけピクピクって震えてるところがあります。まあ、すぐこれ治るんですけれども、ちょっと久しぶりだったのもあって、少しだけピクピクピクってしております。ちょっとね、ご心配される方いると思うんですが、ひとまずは大丈夫です。ただ、あまり、良い状況では、良い状況とか、良いことではないですね。ストレスがかかってしまうこともあるので、まず、もうちょっと、なんていうの、ぬるま湯、これね、41度のお湯、普通に溜めたんですけれども、41度ではなくって、25度とかかな、うん、30度ぐらいのお湯かな。で、一旦、少しずつ体を温めてあげるのが良いと思います。それまではね、普通に水容器の中にいたので、ちょっと寒いわけですよ。で、水容器に入ってる時の水っておそらく10度あるかないかぐらいの水だと思うんですよね。で、そこから、40度って考えると、少しだけびっくりしちゃうので、そこだけは気をつけてあげてください。そこで私の、失敗した部分かなと思いますね、今回の。はい、あと久しぶりだったのもあってね、ちょっとびっくりしてるっていうのもあるかもしれないです。あとはもう一個は普通に水容器の中で寝てたんで、はい、それもあるかなと。ただこうやってねしてあげるとすぐ落ち着いてくれます。まあ、ちょっとねびっくりされる方もいるとは思うんですけれども、はい、もう落ち着きましたね。で、落ち着いて自分で泳ごうとしてますね。で、リントさんは歯ブラシを用意して、歯ブラシで少しね体をゴシゴシしてあげるっていう状況でございます。落ち着いたんだけど泳ぎたいみたいですね。はい、じゃあ泳ごうとしてる、邪魔やねんっていうね感じですね。結構こうやってね自分で泳ぐんですよ。ワンちゃんの犬かきじゃないですけど、そんな感じで泳ぎますね。少しだけびっくりしたのの残りがありますね。ちょっとだけ手がピクピクピクってなってますね。は
い、少し落ち着きました、手の上で。で、なんか泳いでるのでね、ちょっとだけ体の皮膚をペリペリしていきますよ。ペリペリ。尻尾とかがね、結構むけていたので、尻尾もペリペリしていきますね。こうやってゴシゴシしていくと、もうほら、ね、お湯の中に、皮が入ってきております。で、尻尾の先の方はね、触られるのがあんまり好きじゃないので、怒ってますね。結構バチンって、尻尾でやってますね。尻尾の先端はね、自分でなかなかこうなんだろう、どっかに擦りつけてっていうのがやりにくいので、手でやってあげる方が私はいいと思ってます。ペットリザードの場合はってところですけどね。野生下の場合は自分で頑張ってって感じですけれども、野生ではなくてね、もう私のお家で飼育されている子になるので、手でね、私の方で剥いてあげれるところは剥いてあげるって感じですね。まあそれは何て言うんですかね、ペットとしてうちに来たからにはっていうところですね、やってあげるという状況でございます。はい、めっちゃね泳ぐのかな、こうやってすごいよね。泳ぐのなんて教わってないはずなんだけど、本能的に泳げるってことよね。はい、で一旦こっちのね、うんちいっぱい入ってるお水の方は、流していって、シャワーでね、浴槽じゃないや、洗い場自体ね、清掃していく形でございます。これはね、一緒にお風呂に入るのは、ただね、先月ちょっといろいろあって、いろいろあってっていうか、こう、まあ、私がただバタバタしてて、こうちゃんと一緒にお風呂入れてあげるっていう時間がなかなか取れなかったのもあってですね、2ヶ月ぶりぐらいなんですよね、実はこうやって一緒にお風呂入れてっていうのは。で、水容器の方はですね、月に、週に1回から、2週間に1回ぐらいのペースで交換です。うんちいっぱいしちゃう時もあるので、うんちいっぱいしてるのを確認したら、もうこれはもうすぐ、こうやってね、容器洗ってとか。で、この水容器から水を飲むんですよ。はい、で飲むし、浴びるしっていう状態なので、両方やるので、やっぱりね、新鮮なね、状態にしてあげないと。でね、これ、取ったのが今日なんですけど、今もう、水容器見ると、汚れてるのに、もう早速、多分、金曜日ね、毎週ご飯あげてるんですけれども、おそらくその金曜日のご飯がもう、消化されて出てきて、で、今、動画ね、撮ってアップしてる日っていうのが日曜日なんですけれども、2日で消化したやつが結構出てるんですね。こんな感じで、水容器、スポンジで洗って、で、プラスそのスポンジで、床も洗う。はい。状況でございます。でもね、やっぱり水垢とかがね、ちょっと溜まってたりするので、私はね、これは別に関係ない。ただ、私がなんか水垢あんなと思って、洗っております。結構水垢ね、だって、つけて。もう私、意外と、なんていうんですかね、変なところ、几帳面なようで、ズボラの時はズボラでっていうのがあって、あやべ、掃除し忘れてたわ、みたいなこととかもちょいちょいあるのよね。すると、こんな感じで、一緒に掃除しちゃう。で、一旦ね、そこに、お湯をかけて、はい。一旦ね、シェフィーさん、ちょっと、中ではなくて外側の方に来てもらって、中に入れて、水容器の中にね、シェフィーさんいてもらいます。で、シェフィーさんがここにいていただく間も、こうシェフィーさんがいていただこうと思ってるんだけど、こうやってね、出ようとするので、で、シェフィーさんが出ている間にまたちょっとだけ掃除して、お気になったら掃除してっていう感じですね。こんな感じで本当ね、掃除しちゃうんですよ。気になったタイミングで掃除しちゃいますね。掃除の話になって申し訳ないですけれども、本当にその気になったそのタイミングで掃除、部屋の掃除とかもそうですけど、気になったら掃除、床とかも気になったら、気にならない瞬間っていうのがあるってなってますね。それと気にならない瞬間とかだと、結構放置して、やっぱ髪の毛めっちゃ落ちてるわみたいなこともまあたまにありますね。
かでもっと掃除していかないと思う。あるよ、パソコンの周りとかもね、気に入ったら掃除するんですけど、今こうやってね、ナレーション取りながら、あ、ほこり溜まってんな、掃除しなきゃなと思いながら、多分この掃除はね、またツイッターでなって思ってからやりますけど、はい、でね、ヘビーさん、あのなかなかね、掃除容器の中で落ち着いてたら取れないというところですね。はい、そしてリントさんね、シャワーを戻そうとしてるシャワーの底がちょっと引っかかってですね、戻せない戻せましたね。で、尻尾の部分がやっぱりね、結構こう見ていただくとここでもね、ほら溶けてるでしょ。それをね、手で取ったり歯ブラシで取ったりっていう感じで取ってあげてます。脱皮の皮が残りすぎると壊死する可能性とかもあるんですよね。なので指の先端、そして尻尾の先端っていうところはより一層私は気を使うようにしております。で、壊死しちゃってね、尻尾の先端がね、ポロッと取れちゃったりとか、そこでうちの子はね、お迎えしたタイミングの時からもう指飛びっていうのがあった子なので、後ろ足でいくと、小指かな、後ろ足の小指は両方ともないですし、前足の中指は、第一関節がなかったりとかっていう感じで指飛びしちゃっている、まあこう、うちで引き取りをしてっていう状況でもあったので、なんていうんですかね、私がより敏感になってるっていうのもありますね。これ以上指飛びさせちゃうのはね、かわいそうだなっていうところで思っているので、ただ本人はあんま気にしないですよね、この指飛びしてても。なんか不自由ないみたいで、不自由はないんだろうね、歩いたりするだけだから、飛んだりはしないし、手で何かを持って歩いたりっていうわけでもないから、生活する上では指飛びをしてたとしても、本人の生活はね、問題ないんでしょうけれども、気になっちゃうよね、飼育してる側としては、はい、っていうところですね。で、ある程度細かいところが取れたんで、実際袋に入れて、袋でね、ゆっくりと、やっていこうと思います。で、お風呂でのね、スタイルはこんな感じです。足をね、あそこの部分にこうやって置いて、で、膝を出すようにして、で、その膝のね、ところにこう、膝とふくらはぎですねの間のところにシェフィーさんを乗っけてあげて、はい、で、うちのシェフィーさん、サバナモニターなんですけれども、結構こう、撫でられるのが好きみたいで、結構私こうやってなでなでしてますね。はい、顔取れてますね。珍しいと思うんですよね、なでられるのが好きなサバンナモニターっていうのは。まあ心地いいっていう風に感じること感じないこといるとは思うんですけど、この子は多分心地良いと感じてる子なんでしょうね。ちょっと犬っぽいです。ちょっとね、他の、サバンナモニターちゃんたちとはなんかちょっと違うかなと、性格的な部分もあると思うし、あとは私が多分必要以上に爬虫類を触るっていうことをよくやってるんで、多分触りまくってる結果、それに応えてくれたのがうちのシェフィーさんなんじゃないかなと私は感じております。頭のね、そう、部分なんて言ったらいいんでしょうかね、自分じゃ手とかが多分届かないであろう部分なんですけど、あそこちょっと皮膚って硬いんですよ。で、その硬い部分をこうゴシゴシされるのがシェフィーさんは好きですね。はい、シェフィーさんはこんな感じで、与えております。与えてっていうのもおかしいかも。いや、可愛い限りですね、本当にね。見てくださいね、気持ちよさそうでしょ、すごく気持ちよさそうでしょ。こんな感じでね、気持ちよさそうにしてるんですよ。で、結構ゴリゴリゴリって聞こえると思うんですけど、結構力強くね、ゴシ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 とやっております。目がトローンとして寝てますからね。ちょっと目開いたね。はい、こんな感じでね、頭から背中にかけてゴシゴシゴシと
でね、あの皮膚のこう向け方としては下側から上の方にね、向けてることも多いので、結構こう逆手って言うと、なんて言ったらいいのね、下から上にみたいな感じで向いてあげたりとかしてます。あとはああいうね、脇の下の部分とか腕の部分とか、ゴシゴシしてあげてって感じですね。で、まあ、脱皮の促進にはつながってはいるんですけど、これで多分脱皮は終わらないので、基本的にはこの後自分でも脱皮してもらうっていうところではあります。一旦ね、こうやって湿らせてこうゴシゴシしてあげることで、脱皮のその皮の向けてる箇所っていうのが増えてくるんですよね。で、実際ここで脱皮の皮もね、より取れるっていうのもありますけれども、はい、そんな感じでやってあげると本人でも剥きやすいし、あとはたまに私が剥いてあげるってこともできるよみたいな状況になっております。かわいい、かわいくない、うちのシェフィーさん。もうヤバかなんですけど、私はすごいかわいいなと思ってて、なんかトカゲちゃんの中でもちょっと珍しいこう性格になってくれてるのもあって、唯一無二の存在だなって私は思っております。スライム皿見せたら出てくるしね。で、口の周りもね、やってあげようとするのが、口の先端は嫌みたいですね。それはいつも知ってるんですけども、いつも嫌がります。好きなのね、顎の下、すごい好きですね。あそこの部分がね、触られるの嫌いな子の場合ですね、この歯ブラシすぐ噛みます。はい。というか、触られるのが嫌いな子の場合は、この膝に乗っけてる時点で、暴れて、おそらく私の膝とかも噛みつかれてるんじゃないですかね。本当に大暴れするタイプの慣れてない子だと。慣れてない子だとね、本当この辺とかやるだけでももう周りを噛もうとしたりとか、ブンブン暴れたりだとかするので、この子はまあ慣れてるよね。慣れてない子もね、私会ったことあります、触ったこともあるんですけども、普通に動くものを噛みついてくるっていう感じで、革手袋してなかったら指なくなるねぐらいな暴れ方をする子も全然います。それはね、本当にその子その子の性格っていうのもありますから、一概にね、サバンナモニターおとなしいから暴れないよっていうのは私は嘘だと思ってるので、サバンナモニター暴れる子は暴れるので、はい、である程度ね、脱皮促進が終わりましたので、こんなもんかなっていうところで、はい、シェフィーさんをね、一旦、いつもの水容器の中に落としていきます。はい、この後はね、もう茶番なんですけど、はい、それピントが合わないっていうね、事態が起きて、あそこの無添加の、ボディーソープをね、移すことで、ピント合わせるという。そしてね、ここからが茶番って言ってた、バブですね。はい。入浴剤入れて、私が普通に風呂を楽しみます。って言ってもね、風呂の中で、ね、よく考えたら、シェフィーさんの皮がね、いっぱいと、多分ちょこっとうんちというか尿酸かな、おしっこの塊ですね。尿酸というのが入ってるんですけれども。はい、尿酸が入ってはいると思います。まあ、でもそれでもその後普通に私もシャワー浴びるんで、まあいいかなっていうところですね。はい、でこっからね、風呂を楽しんで洗顔したり、そしてビオレのね、あれ何でしたっけ、角質とか落とすやつがあるんですけど、ね、それを楽しむ気満々ですね。はい、そして歯磨きをします。大体私はお風呂で歯磨きをねしちゃいます。ちなみにこの使ってるステンレスマグカップ、仮面ライダーブレードの、デザインのものになります。これね、一番くじ、いつだったかな、これいつの一番くじだったかな、10年前ぐらいのね、一番くじですね。仮面ライダーディケイドがやってる時の一番くじだと思います。そして歯磨き始めましたね、リンドさんね、急にね。はい、シェフィーさんをなでなでと、早く歯磨きしろっていう話なんですけどね。歯磨きシャカシャカしながら、もう一個のスマホでね、動画をいつもかけたりするんですけれども、はい、この後がねひどくて、これ覚え、ここだけ覚えてるんだけど、
と、この日仮面ライダーがやる日だったので、仮面ライダーギーツの、最新話ですね、36話だったかな、はい、が見たくて、で最強フォームのね、仮面ライダーギーツ9っていうのが今回出てくる話だったんですけれども、なんか手濡れてるから反応しないっていうね、で反応しないってなって、動かないってなって、で一旦もう一回ね開き直してと思ったら、TTFC のアプリ自体がね重かったみたいで、はい、でもう一回やるとね普通に動き出して、で触り出して、で視聴はこちらっていう部分をね今押してるんですけど、ぐるぐる回り始めたんですよ。あ、見れねえじゃんってなってこれすぐ見れないねって、アプリ重いね今ってなって諦めます、リンドさん。はい、そしてシェフィーさんを映して、この後バイバイと手を振る感じでございます。はい、ということでね、本日はシェフィーさんの、お風呂動画でございました。よろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、そちらお願いします。それではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。